自宅に戻ったデイジーは誰かがアパートに侵入してダイヤのネックレスを盗んだことに気がつきました。警察が到着し3人の隣人に質問します。グレッグは天井をペイントしていました。彼はヘッドフォンをしていたので何も聞こえませんでした。ビアンカは一日中親友とハイキングをしており、ちょうど帰宅したところです。グレンダは一度だけ犬の散歩に出かけ、デイジーの部屋から変な音が聞こえたと思ったそうです。誰が嘘をついているでしょうか。グレッグです。彼の天井を見てください。新しく塗られたように見えますか？バレちゃったね。デイジーは地元のサーカスでマネージャーとして働いています。彼女の仕事は新しい場所の準備を手伝うことです。彼女は現場に到着し、ステージを見てパニックに陥ります。なぜでしょう？看板をよく見てください。サーカスではなくシトラスと書かれています。デイジーはお気に入りのカフェにランチに来ました。そこで彼女は3人の人を見かけます。うち1人が毒を盛られました。誰かわかりますか？3人目の男性はカプチーノに一切手をつけていません。彼はきっと寝ているのでしょう。2人目の女性は起きています。少しカプチーノの口ひげをつけていますが、何の問題もありません。何も問題ありません。しかし最初の男性を見てください。メガネをかけており、起きているか定かではありません。ポケットの中で携帯が鳴っていますが、彼は全く反応していません。怪しいですね。そう、彼が毒を盛られた人です。昼食後、デイジーはある控え室に入り、スターであるピエロのロジャーが意識不明で倒れているのを発見します。警察を呼ぶと彼らは素早く到着し、3人の目撃者に尋問します。ボブはただ通りかかっただけで、このピエロは見たことがないと言います。ミアはロジャーの大ファンで、とても残念に思っているそうです。そしてニックはただの便利屋で、電気トラブルを修理するためにサーカスに雇われたと言います。誰が嘘をついていますか？ボブです。彼はこのピエロを見たことがないと言っていましたが、ロジャーピエロの T シャツを着ています。熱狂的なファンに違いありません。デイジーはもう一人のスター、デイブを訪ねます。彼は才能あるアクロバット師です。デイブは送り主不明の手紙がついた謎のキャンディーバスケットを受け取ったばかりです。手紙にはこう書かれています。デイブへ、あなたの才能に本当に感謝しています。あなたが大好きです。いつかデートしましょう。手紙には名前がなく、一体誰からなのか見当もつきません。幸いなことに短い謎々がありました。8月の第3、2月の第4、5月の第2、12月の第3、10月の第6、これを解読するのを手伝ってもらえますか？8月の第3はオーガストの3番目の文字 G を意味します。2月の4番目は R、5月の2番目は A。続けていくと、デイブの秘密のファンの名前はグレースということになります。サーカスの会社がパーティーを開催し、従業員にハロウィンの仮装をするよう頼みました。そこでデイジーはショッピングモールへコスチュームを買いに行きます。しかし選べるのは魔女、マーメイド、そしてヴァンパイアのコスチュームの3つだけでした。彼女の最適なチョイスを考えてくれますか？魔女の衣装をよく見てください。タグには紙でできていると書かれています。パーティーで着るのは良くないアイデアです。マーメイドの衣装は尾びれの部分が破れています。
デイジーはヴァンパイアの衣装を選ぶべきです。パーティーに到着しました。みんながハロウィンの衣装で踊っていますが、この4人の中に本物のヴァンパイアがいます。誰でしょう？左側の男性は何か赤いものを飲んでいますね。しかし彼には影があるため本物ではないはずです。2番目の女性はかなり不気味に見えます。しかし壁の鏡をよく見ると彼女の反射が見えるので彼女も違うでしょう。4番目の男性も鏡に映っています。残るは1人の女性だけです。彼女が本物のヴァンパイアに違いありません。デイジーの街には古いお化け博物館があります。デイジーと友達はスリルを味わうためハロウィンの夜に博物館で過ごすことにしました。真夜中に時計が鳴ると壁にかかっている肖像画が生き返ります。ある女性の肖像画が助けを求めて叫び始めました。彼女はデイジーに過去の従業員が彼女の肖像の偽物を作ってしまったためデイジーにそれを破壊してほしいと頼みます。デイジーは偽の肖像を見ると3つの違いを見つけ、偽物はオリジナルには及ばないとその女性に保証します。あなたも違いを見つけることができますか？彼女の口紅の色、ペンダント、髪のリボンが異なります。それからデイジーはおやつを取りにカフェテリアに来ました。選択肢は3つだけです。どれを選ぶべきでしょう？ポテトチップスの箱に書かれた日付を見てください。1924年に賞味期限が切れているので、これは避けましょう。アイスクリームの下にある小さなメモには耳垢味と書かれています。誰も試したくはないでしょう。デイジーはポップコーンを選ぶべきです。デイジーは歩き続け、ある建物に出会います。そこにはアパートの窓で家事に忙しい2人の女性がいます。しかしうちの1人は危険です。どちらだと思いますか？2番目の女性は害虫を取り除いているだけです。部屋には誰もいませんし、彼女はマスクをしています。しかし左の女性を見てください。彼女の料理の隣には漂白剤の開いたボトルがあります。うわー、結構です。デイジーは歩き続け、面白いものに出くわします。それはあなたの下にある5文字の単語。最初の文字を取り除くと、それはあなたの上に。最初と2番目の文字を取り除くと、それはあなたの周りのすべて。一体何でしょう？それは椅子、チェアです。翌朝サーカスに到着したデイジーはデイブが狂った科学者に誘拐されたことを知ります。彼はデイブを研究所の一室に閉じ込め、もう一室にはゾンビを置きました。デイジーはデイブを助けるために研究所に到着します。彼女は2つの扉と看板を目にします。一つは真実を言い、もう一つは嘘をついています。一つ目の看板にはデイブはここにいてゾンビは隣にいると書かれています。二つ目にはゾンビは一つの部屋にいてデイブはもう一つの部屋にいると書かれています。デイブはどこにいるのでしょうか？デイブは2番目の部屋にいます。もし1番目の扉が真実なら2番目の扉も真実です。これはゲームのルールに反しています。
デイジーはデイブを助け出し、一緒に長い廊下を通って脱出します。やがてその廊下は3つのトンネルに分かれました。トンネルには西、東、そして南と示され、壁にも奇妙な刻印を見つけました。どのトンネルを選ぶべきでしょうか？デイジーとデイブは頭を傾けて文字を逆さまに見るべきです。そう、それは南を指しています。彼らは歩き続け、ドアを見つけました。しかしそれはロックされており、4桁のパスワードを入力しなければなりません。幸い近くにヒントがあります。4つの絵が描かれたメモです。2人のメモの解読を助けてくれますか？それぞれの数字は物体の色の数に対応しています。クローバーは色が1つ、サンタの帽子は2つ、バナナは1つ、そして虹は7つです。したがってコードは1217です。デイジーとデイブはドアを開け、研究所から脱出します。彼らは島の真ん中にいました。2人は道を進み、本土へ続く3つの橋に到着します。最初の橋は鋭い岩とガラスで覆われています。2番目の橋は毒蛇でいっぱいです。3番目の道では熱いオレンジ色の溶岩が湧いています。どの道を選ぶべきでしょうか？彼らはオープンカーを運転しているので、蛇を選ぶのは危険です。最初の橋はタイヤを破壊するでしょう。そう、彼らは3番目の道を選ぶべきです。海はすぐに溶岩を冷やして石に変えます。